ヨハンペター・ヨハンソンはスウェーデンの発明家で実業家である。彼は近代的なモンキーレンチを発明した。ヨハンソンは総計100以上の特許を取得した。お気に入りの道具であり、自身の発明品でもあるプラマーレンチを手にする JP ヨハンソン。胸ポケットにはこれも彼の発明品であるモンキーレンチが覗いて見える。エンシェーピングにある。 JP ヨハンソンの博すウェーデン西部のボーゴーダで、小作人の一家の6人兄弟の長男に生まれた。彼の最初の仕事は、地元のデータン工場で、蒸気機関の運転助手であった。1873年にヨハンソンは19歳で、ボーゴーダを離れモータラで土工として働き、1874年に、軍隊に入隊。 その後エンシェーピングのムンクテル社の工場で働いた。1878年にベステロースに移り機械工場に職を見つけ、その後近くの工場で鍛冶屋として働いた。この時にヨハンソンはスウェーデンを離れ、米国に渡航することに決めた。しかし以前の雇用をもだった、ムンクテル社から良い条件の仕事を提示されて、決意を変えたために渡米は実現しなかった。 最終的に自身で事業を始めることを決め、1886年にエンシェーピングに移りエンシェーピング機械工場を設立、たちまち成功した。この工場を経営している期間にヨハンソンは、モンキーレンチとプラマーレンチを考案した。1890年に BAA。ヨルト社が、ヨハンソンの工具を、バーコブランドで、世界中で販売することに合意した。 バーコの工具は非常な成功策となり会社は現在も活動しており、現在までに1億本以上のレンチを製造している。ヨハンソンは後に大きくなる事業を1916年に息子のハンネス・ブリンゲト、BA。ヨルト社に譲渡した。自身は電気紙の実験を開始し19、1919年に三等構成の新しい工場を開設した。 この工場では、電気式振り子や様々な電気機器が製造された。生涯の多くの時間を発明に費やし、89歳で死去した。ありがとうございます。